アロイス・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタインは、リヒテンシュタインの王族。全米は、アロイス・ゴンサーガ・マリア・アドルフ。リヒテンシュタイン公子、アルフレートの次男で、フランツ・ヨーゼフ2世の父。1869年6月17日、リヒテンシュタイン公、ヨハン2世の重帝であるアルフレートと、その日で、ヨハン2世の姉であるヘンリエッテの間に第四、子として、ホレネックで生まれた。 アロイスは1923年2月26日、自身の行位継承権を長男のフランツ・ヨーゼフに譲ることを宣言した。当時行位についていたヨハン二世もその弟であるフランツも見込んで、アロイスは継承権第2位であった。1955年3月16日、アロイスはファドゥーツで死去した。アロイスは1903年4月20日にオーストリア大公。 カールルートビヒの末娘であるエリザベとアマーリエとウィーンで結婚した。二人の間には以下の無通事情を設けた。ありがとうございます。